はいと2020年5月16日ドラクエウォーク、本日は7章9話と7章4話でマヒャド2発ゴシプラ2本でどれぐらいの経験効率か企画したんですけど、結論から言うと7章4話のが良かったですということで、これがまず7章9話をゴシプラ2本で周回した経験値なんですけど、スタートが14万か一重100千万までなんで一重100千万147万で、1時間経ったのが123万なので24万、メタルホイミンは全くありませんということで、これだったら別にあれだよね、あのゴシパラまあまあ確かに耐性多くて良くないんじゃねえってことだけど、25万前後ぐらいだったら3発デッキぐらいと大体似たような数字だから、まあ7章9話でね、どちらにしろアームラインを集めるためにあそこにおるんだから、それ考えればまあまああれじゃないかなというのが、これで一応ゴシパラ私無凸なんですけど、まあある程度いい構成なんじゃないかなというのが、防具とかに関してはそんな揃ってないんですけど、心はまあ一応いけるとこじゃないかなっていうのがね、ゾーマの S が一応2体両方同じ構成、キャド構成にしてはもうあれじゃないですか。あとここのキャドの真珠か S 行く 7% 上げる、それから装備面でキャド関連を上げるぐらいですよね、魔力を上げるぐらいで、あとゴシパラの凸を上げる、まあまあいいんじゃないですかねってので、こちらも同様です。あの位置が違うだけでゾーマの S 入れて宝石ベンガルが、あとあれかアルケミストン、あれに変わるぐらいですよね、それぐらいだね。あとここのキャド真珠を7から10に上げるかぐらいなんだけど、もうそこまでしても根本的にキャド耐性があるもんで、2発ではきつい、はっきり言って逆にここに伊予特化にしてゴシパラを持たして、ここの構成を伊予構成にしていく、だからブリマを例えば、あそうかそうかそうか、魔力かお雛様とかに変えるっていう風にしてってもやったんですけど、結局2発ではきついもんで3発構成と一緒ぐらいかなって。でもこれ裏を返すと3発でいけて MP 枯れがなくて、さらにメタルホイミン用の遊び用が作れますよね。これ一番のメリットはここら辺を遊ばせれるということ、だから意外にそこまであれじゃないかなーって。一応はねやってみたんだけど、まあ確かに効率面、経験値効率的には良くないですよね。もうこっから言ってた、多分これゴシパラ4凸2本とか言っても多分きついんじゃない、これでいくでは30万超えるの3発で倒せるぐらい、イオラとか混ざってイオラとか撃つんですよ、オードでやると。ちょっとこれでやってみましょうか、論より証拠だもんね。4話か、あっちの方が良かったんですけどね、7章4話の方が、これ9話なんですよ。逆にマリンスライムはあれだね、シャドウの通りがいいでいいんですけどね。ビビオリだね、ビビオリドコスボで、ここの後あれだよね、だからシャドウだけで行くっていうのは根本的なとこあれだよね。これでもゾーバ S2 体で無凸だといえゴシプラ2本だから、そこまではあれでしょう、装備も揃ってないっていうのはありますけど、もうちょい詰めていっても、詰めていっていけるなら詰めたいんですけど、マリンスライムだけじゃないもんね、ここは耐性持ちがいっぱいおる。じゃあ耐性持ちいってみましょうか。これがこいつらだな、ここら辺だよな、これ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 ここら辺だよな、ここら辺、こいつらこいつら、ああこいつらこいつらっていうところだもんね。弱くはないんでしょ別に、これマヒャドの評価が下がるとかゴシパが悪いというより根本的な体制だもんね。というのがね、これ後でいくのね、7章4番のが経験値効率が良かったんですよ。まあ想像はできたんですけど、雨の日でマリンスライムがおって25万前後24万ぐらい、メタルホイミン抜いて微妙だよね、3発構成とか終わらんぐらいだから、でもメタルあれだった、あさっきのやつ、あのツムリンの水色バージョン、あれがあってもなくても微妙かなということで、同じ雨の日なんですけど、同じさっきのゾーマ S2 体入れた無凸ゴシパラ2本の全く同じ構成で7章4話を周回しました。要はさっきのブリザードとかマヒャド耐性のいないところ、まあ海坊主はいますけど、それに変えたらどれぐらい経験値が変わるかな、純粋な興味としてやってみたのが、これが1時間前のスタートが123万で、着地が93万、約30万でメタルホイミン抜いて28万。まああれですよね、海坊主がおるから、これ普通に雨の日じゃない時でゴシパラ2発だったら、もうちょい多分30数万、5万近いところとか40名とかぐらいいけるんじゃないかな。ほぼこれ2発構成ですよ。これめっちゃ楽なのが、
海坊主は確かにマヘド体制で止まるんですけど、もう他全く止まらんです。ゾーマの S が入ったことによってね、素晴らしい、これは、うん、安定勢力で、これ何よりすごいのがね、すごいっていうか嬉しいのがね、ゾーマの S を入れたことによって火力は上がりますがね、で MP 回復の竜王とかピエロとかいますが、あそこら辺入れんでいいんですよ。なしでもこれで MP 枯れない。これはさっきのあれですね、7章9番残党ですわね。ここをもうちょいうまく詰めれるとね、このイオラ2発とかでいけるとね、でもそうするとこの装備関連をラーミアセットイオ3つだから2人分4つってことだねいや6つか、そんだけ揃えんときつい、それだけいってもどうかなって。だったらね、ラーミアの杖でイオナズンで行った方が素直に早いよなというところで、これのねやっぱメリットはね、残りの2人をねここの完全に遊ばせれるんですよ。だからもうちょいしたら来ますがね、パラディンが。それの構成で行く場合、これで行けあれだね、お供を連れて付き添いでレベル上げするのはこっちの方が早いですよね。私はパラディン全部4人ともで行こうと思っとるんですけど、非常にあれですよ。これ海坊主がおらんかったらもっと周回効率上がると思います。ちょっとやってみますか。その前にこれがね MP がねほんと枯れんのですよ。こんな構成で全く MP 回復入れてないですよ。ゴシパラの戦闘終了後の銃だけなんですよ。これで壺割るだけで自宅で休まんでもいけるんですよ。素晴らしいです。これブリマ入れても432で、さらに装備関連全く速さ持ってません。これももう魔力よりいかにゾーマがでかいかだね。ほんとゾーマ、ベンガル、宝石で速さ稼いでますもんね。アルケミストンいるとどこぐらい上がるんだろう。これだともうそこまで7章4まで火力上げる必要ないんですよ。むしろ他のとこに余裕が割けるもん でやりやすいですわね。海坊主はさすがにダメだね。敵殿下ね、ちょっとやってみよう。ちょっとやってみますか。おそらくこれは試してないですけど、想像ですけど海坊主のないところがもっと経験値効率はいいと思います。だからマヘドであれ周回したいなら7章の4話以下、このブリザードとかフロントギズムとか電圧、要はヒャド体制のないところで周回するのが一番あれじゃないかな。ただこの弱点なのは一個ね、ゾーマの S を2つ揃えるのがあれは課金要素じゃなくてラッキーパンチだから、あれは100万積んでも200万積んでもガチャ500万やっても多分無理だから、運要素が高いから、これはさすがにっていうところだね。そこだけだね。あと構成的に1個言えるところは、今山彦しましたがね、この賢者にしない方がいい。どっちにしろこれ2発で倒せるんですよ。で賢者で山彦すると2発目って攻撃半分ぐらいになりますがね、あれいらないんですよ。だから本来でいくと魔法戦士とかフォースが入るしね、一発目入った時もう二発目確実になるから、マヒャドじゃなくてヒャダルコになる可能性も高いですから、そっちの方が多分いい。これただバラバラにレベル上げたいでこういう風にしとるんですよ、構成を。ホットだったら魔法戦士二人の方がいい。これがダメだね、こいつがダメだね。やっぱね、さすがにゾーマ入れてもねダメだね、これはね。だからこういうミックス構成にした方があれなんかな、マヒャドの要はゴシパラ持った構成なんだけど、心とか真珠をイオ構成で持っていくっていうのは火力に余裕があるから、ただそこまでして無防御を倒す必要があるのかっていうところが、それは疑問だからね。だから雨の日はもう避けるとかね、この構成をね、マヘドで行かずに。ただね、非常に周回は楽、7章キューバとかをカン、なんてあれ、カンダダトマホークか、カンダじゃない、なんてあれ、トマホーク、カンダダの武器、あの辺りとか力でゴリ押ししていく真空蹴りとかでいくとミスもあるし、 MP とかもやっぱり火力ある分使いますがね、20いくつとか。ゴシパラでいくとこの構成はほんと楽。魔法戦士賢者やっぱ MP 多いし、ほんと壺だけでいけるんですよね。自宅とか頼らんでいいんですよね、楽だよ。あ、ちょっとかんない、ヘルバート出ちゃったな。あ、一概にあれだね、マヒャドが悪いとかイオナズヌがいいとかって言えんよな。ほっとりだから、これつくづく今回の7章9話来てみんなね思っとると思うんですけど、これ体制ゲームですよね、本当にね。表と裏じゃないけどね、水と油じゃないけど相性の問題っていうの。ソーシャルゲームってどっちみちあれですよね、じゃんけんのグーチョキパーみたいに。あと竜騎兵がでかいね、これはね。
マヒアドで行けるからね、素直にね、うん、これがホットアレースはね、うん、ここぐらいだね。だから本当に何、事故がないっていうの。あればフォースとか2人で行くと、魔法戦士魔法戦士でいてフォースかかると竜騎兵とか倒せるからでかいんですよね。だから4突とかしとる人だと、これ多分竜騎兵もゾーマ S2 体入れると多分いけるんじゃない。経験値効率を素直に2周で単純に上げたいなら、これの方が絶対いいでしょうね。うん、楽だと思う。楽ですよ。これほんとポチポチをしとるだけで MP 管理とか全くパサーとかする必要ない。なくなったかなと思って、どうだろう。80とか50ぐらい切ったぐらいになったら、ツボポコーンと割るぐらいで。それかもう早めに割っといてもいいですよね、ツボがね。だって1回割るとあれ、15分ぐらいでしたか。だからそれぐらいの期間だから、十分有効ある。それがメリットですよね。だから今後パラディン連れて、2発構成で周回したいときは、多分コシパラってみんな1本ぐらい持っとる人多いんじゃないかな。で、推定で言いますけど、7章4話とかでパラディン連れてって、それを会心要員とかして、お供にして、だから魔法戦士とか賢者、魔法系で引率していくってのが一番楽じゃないかな。7章9話なんかにあんなパラディン20とか多分30とかレベル連れてたら自己死が増えると思う。うん、そっと対策してやってかんだ。だからイオナズンを持っとる人は別として、4突のイオナズンとかだったらね、引率で十分できますけど、そういうのがないとなかなかあれじゃないかなって。まあこれ純粋にね、多分ゴシパラがどれぐらいの効率になるのかな。確かに耐性OEもね、7章9話作るね、アームラインも欲しいのね、アームラインを集めなかんでね、ここら辺があとあれだね、硬いね。無突じゃさすがにあれだね、ゾウマ手に入れてもあかんかった。竜騎兵がギリギリぐらいだから、ここが硬いよな、やっぱな。魔法戦士、魔法戦士でフォースかけたらどうかなと思うんですかね。山彦がね、ほっとあれなんですよね。周回に関しては、賢者が一番最初に動いて山彦された方が鬱陶しい。2発でいける人は。結局2発でいけるんだけど、山彦されるとその2発目が、いけん2発目になるんですよね。だから3発になっちゃうのね。構成はそうだね。これどっちかレベル上げたら、ほっとりそういう構成していくっていうんだったら、もうあれだね。魔法戦士2人にしとる、私は。だどうしてもやっぱあれだもんね、レベルキャップ解放されて、どうだろう、57、58ぐらいまで上げなきゃあんのじゃないか、そこら辺はね、アームラインのとこで喋ろうかなと思って、ここは割愛しますけど、なんで、賢者もあれだね、いずれどっちみちコストがどんどん上がってきてるんで、入れれんくなるで、57、8ぐらいまで最低ライン上げとかなきゃあんのじゃないかなって、今後来る コストのためにね。うん、と思ったんですね。と、まあそんな感じでね、長々となりましたけど、ただ今ね、こんな感じで、レベル効率比較してみましたが、どうでしょうかというところで。まあ、これ以上行くなら、だってあれだよ、ゴシパラ4突2本とか、なかなか持ってないぐらいね。無課金の私としては、ここぐらいだな。心はラッキーパンチとかで、時間かければ揃えるけど、武器だけはね、これは本当はガチャ運しかないもんで、なんとかゴシパラ2本になったもんで、そこら辺試しましたけど。ということで、7章9話を、ゴシパラ2本、ゾーマ S2 人で、引率して、レベルアップしましたけど、だいたい25万ぐらい、1時間あたり。じゃあ逆に耐性のいない7章4話行って、これで経験値アップしましたけど、これでだいたい28万ぐらい。ただ雨の日でやったんで、海坊主がいたんで、7章4話に関してはもうちょい上がるんじゃないかなと。逆に7章9話の方は、あいつ、メタルじゃなかった。ツムリンの水色バージョン。名前が出てこん、気持ち悪いな、ちょっと待ってくださいよ。マリンスライム。マリンスライムが雨の日はおるんで、あれはシャドウの通りがいいんで、あれがいなくなると、多分、もうちょい経験値効率は7章の9話以降に関しては下がるんじゃないかなって。シャドウ耐性ばっかになるんで。まあ、だからゴシパラ持ってくならイオラを使った方がイオラセッティングにした方がまあ素直にいいんじゃないかなというところで、まあそんな感じでゴシパラ2本ゾーマ S で7章9話と7章4話で経験値効率比較したら、経験値だけ言えば7章4話を回った方がいいんですけど、ここに見えとるアームライオンがどうしても集めなかんのでね、そのために7章9話をみんなは、ね、回っているということで、そこら辺は別の機会にということで、はいということで、そんな感じ、おりー。